はい、こんにちは、ひろみです。台湾の旧正月です。そして台湾の旧正月といえば宝くじ。宝くじは一年中やっているんですけれども、お正月は特に盛り上がります。で、みんながよくやるのがこのスクラッチ宝くじ、コインで削って当てるやつですね。で、ひろみも、私実は初めて買います。はい、2種類買ってみました。こっちが500元のスクラッチ宝くじと、こっちが100元の、この両方を今日はやってみたいと思います。ドキドキです。台湾元の10元、これを使って削っていきます。はい、じゃあこれを写しててください。まずはこの100元のやつ、これ最高30万元ってことだよね。これは最高30万元当たるということですね。じゃあ行きます。これのね、ここの黄色矢印の隣にこれがどういう意味をしてるっていうのが一個ずつ説明してあって、このここはこれを削って出てきた金額が速攻で当たるよということで、行きます。じゃんちゃかちゃかちゃかちゃん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 ちゃかちゃかちゃかちゃん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 ちゃかちゃかちゃか。0円、0元です。0元です。悲しい。次、この猫ちゃんのところは、3個同じ金額のが出てきたらその金額が当たる。0元ってある？いきます。じゃんちゃかちゃかちゃかちゃん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 ちゃかちゃかちゃかちゃん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 ちゃかちゃかちゃかちゃん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 。弟よ、邪魔しないでくれるかな。弟はね、さっき1000元奮発して1000元の宝くじ買って500元当たった。つまり500元損をしたということでね、これは嫌がらせかな。はい、3個同じのある？嘘、すげえじゃん。3個だよ。ないじゃん。1個もありません。100元の宝くじはゴミと化しました。気を取り直して、この500枚じゃない、500元のに私かけたいと思います。と机をきれいに。ひどい、100元のあれ一番当たりやすいはずなのにさ。なわけないじゃん。そんなことあるでしょ。これは、はい、これはたくさん削るところありますよ。これは最高、これ最高500万、あ、これか。最高500万円当たるということでね。これもね、この青い矢印の隣にこのコーナー、こういうのって書いてあるんで、じゃあちょっとちっちゃいのからいこうかな。これ、この金額が1個出ればそれが当たるってやつですね。じゃんちゃかちゃかちゃかちゃん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 ちゃかちゃかちゃかちゃん。ゼロ元です。もうやだ。ゼロ元諦めんなよ。次、じゃあこれいこっか。これはなんだ。あ、3個ね、同じのが出たらってやつですね。いきます。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃん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 ちゃかちゃかちゃかちゃん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 ちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんちゃんちゃらちゃらちゃんちゃんちゃん。ドキドキ。3個ないじゃん。ないよ。わかるかな、みんな。これ3個もね、同じ金額はないのね。例えばこの1、10、100、1000万、5万円のあれがもう1個あったら5万元当たってたんだけど、なんもない。もうなんかテンション下がってきた。次、これね。じゃんちゃかちゃかちゃかちゃん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 ちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん。2000元。ちょっと見て、いいから見て。ちょっと見て、これ合ってるよね。2000元だよね、これ。すげえじゃん。2000元だよね。やったよ。おい。テンション上がってきたよ。2000元。大丈夫、みんな今ので酔ってない？カメラマンがカメラ。次行こうか。いいよ、テンション上がってきたよ。いいよ、2000元当たったよ。次います。じゃんじゃがじゃが。
チャカチャカチャカチャン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 チャカチャカチャカチャンチャンチャンチャラララランチャンチャンチャン。うん、残念。500が2個、6002個と10万が2個、これ外れですね。次、あ、これは幸運、ここにね、あ、うん、ここ写していいよ。ここのコーナーがこの幸運記号ということで、まずここを削って、この幸運記号と同じのが下にあったらそれが当たりってことですね。よいしょ。だんだん削るのが大変だよ。これ大きいと大きいほど、よいしょ、なくない？私のがこれでしょ、このよくわかんない絵の。これ何？これちょっとわかんない、じゃがいもかな。同じ絵がありません。ないよね。ないね、残念です。はい、最後、最後ですよ。これも一緒ですね。まず自分の幸運、幸運の数字が3ということで、一気に削っていきます。これちなみにね、1枚2000元するスクラッチカードもあって、 A4 サイズぐらいあるんですけども、そうなるとね、削るスペースも大きくて、なか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 大変です。ただ当たる金額もその分大きいんだと思うけど、あ、残念、3なんだけど、ここのコーナーに3がありません。というわけで結果はこの2000元でした。500元で買ったやつで2000元が当たりました。やったー。というわけで、これはね、結構みんな簡単にできると思うので、タイに来たらぜひ、こういうね、あの、このハッピーな絵柄のはね、お正月限定だと思うんだけれども、普段もこういうコアコアル、スクラッチコアコアルって言うんだけど、ありますので、ぜひやってみてください。新年超える。バイバイ。